2009年11月8日日曜日、まもなく9時半になります。元町厳島神社にやってきました。今日はここから元町の皆さんと一緒に街歩きをします。おはようございます。ありがとうございます。今日はどのあたりを歩くんですか？いや、私は分からないです。オブザーバーで今日は初めて、はい、そうですか、はいはい、楽しみですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。今日はどのあたりを歩くんですか？初めてよくわかんないね。私全然わかんないです。ただね、出てこないって言われたからね、はい、じゃあ少し歩こうかしらとか言ってね来たので全然わかりません、うん、この辺の地図もわかんないの。私はまだ、うん、まだね、ずっとね30年長野にいたんですよ。長野、はい、こっち来てでももうそろそろ3年になるんですけども、はい、地図がわからない。ウォーキングって言いまして、どっか行って歩く会をこの年2回やってるんです。いつもこちらが企画、こちらのグループが企画してやっていただいてるんですが、今回はですね、地元を歩いてみようということで計画をされました。で、私がガイドの役になったんですけれども、まあ、たまたま私はここで生まれて育って80年ということで、まあ、多少あの歴史研究家じゃないですけれども、あの見たり聞いたり食べたり飲んだりして多少この辺を知ってますんで、ご説明をしたいと思います。で、資料は2枚ございます。2枚で、お手元にある、印刷したやつはですね、中区が発行しています、中区の火元っていうものでございまして、本来横浜焼けちゃってですね、何もないんですね。なくなっちゃった。震災その他でなくなっちゃった。だからやたらに火がいっぱいございます。で、このパンフレットに載ってるのは確か80じゃない、70いくつ乗っかってます。元町のところにも随分あります。で、今回歩くのは、まあ、火のとこじゃなくてまだ記載漏れがございますんで、その火のないとこをちょっと裏道を歩いてみようということを計画を立てました。で、私がご説明をいたします。で、桜井町まで直線距離でここから2キロなんですが、ちょっとちょこちょこ行くと2キロ半くらいになっちゃうかと思います。Thank you.